どうも、モンキーです。今回はスイスビーエコの紹介をさせていただきます。自分はまだ万年筆を始めて3ヶ月ぐらいなのですが、最近すごくハマっていまして、すでに万年筆の所持数は10本を軽く超えてしまいました。特にハマっているのはインク映えする透明軸万年筆で書くことで、最強の透明軸万年筆を常に探し求めています。そんな中、ある店員さんがずっとツイスビーを使ってますよとおっしゃったので、ツイスビーという名前は結構聞いたことあるし、透明軸を見かけたことがあるなと思い購入することにしました。まだまだ万年筆初心者の域は出ていませんので、間違ったことを申し上げたりするかもしれませんが、ご容赦いただけると幸いです。では早速開封していきたいと思います。今回購入しましたのはツイスビーのエコです。価格は税抜きで5000円となります。2部は B にしました。今回初めて B の2部を使うのですが、なぜそうしたかということは後ほど触れさせていただきます。パッケージですが、クラフト紙に赤いロゴのスリーブが非常にセンスがいいです。そのスリーブを取ると半透明のケースの中にまた赤い紙が透けていて、これもいい感じです。中を開けると専用のレンチと容器が入っていて気になりますね。こちらも後ほど詳しく触れさせていただきます。さて本体ですが、非常に透明感が高く高級感があります。透明、金、黒以外の色を使っていないので、クリアな仕上がりが素晴らしく、すぐにインクを入れたくなりました。天板についている真っ赤なロゴもかっこよくて目を引きます。本体真ん中にツイスビーとエコのロゴが入っていて、デザイン的にも引き締まりますね。今回のツイスビーエコはコンバーターではなく吸入式となっています。吸入式を使うのは実は初めてなので、それもとても楽しみです。では早速インクを入れていきたいと思います。今回なぜ B ニブを選んだかということにもつながるのですが、 B ニブで濃淡のあるインクを使ったらきっと綺麗なのではと想像して試してみたくなったからです。ということで今回は濃淡の綺麗なインク、色雫の夕焼けをツイスビーエコに入れていきたいと思います。吸入式といいましても、コンバーターと基本的に仕組みは同じで、くるくる回せばこのゴムの部分が移動してインクを吸い上げられる機構となっています。これぐらいの価格帯でコンバーターではなく吸入式を採用するというのは珍しいようです。吸入式にするとどうしてもコストがかかるため、もっと高価な万年筆に採用されるのが常識で、そういう意味では画期的な商品だと思います。では早速インクを入れていきたいと思います。インクを入れると圧倒的なボリューム感でインクが入っていきます。このインクの透明感は素晴らしいですね。コンバーターだとどうしても軸の奥にコンバーターが存在するので細く二重になってしまいますが、吸入式でこの太さでインクが入ってくるとインクを直接握っているみたいな不思議な感覚になりますね。では今度は書き心地をチェックしていきたいと思います。二部が B というのもあるかもしれませんが、非常にインクフローが素晴らしいです。想像通りではありますが、濃淡のある夕焼けとの相性もバッチリで非常に楽しむことができそうです。持ちやすさという面では男性にはちょうどいい長さで、太さもいい感じです。自分はあんまりキャップをポストしないのですが、後ろにゴムのパーツがしっかり設計されており、プラスチック同士が無理やりのじ込んでいる感じは全くなくて、しっかりとはまります。こういう細かいところも気を使って考えられていてすごくいいですね。今回 B という2部を選んだのですが、2部の種類も5種類選びます。選べる5種類は EF、F、M、B、スタブ 1.1 となります。スタブという2部は自分も使ったことがないのですが、 B よりもさらに幅広でカリグラフィーなどに使われるもののようですね。
どこかで機会がありましたら、カリグラフィーの勉強とともに使ってみたいものです。自分は透明軸を探し求めているので、カラーバリエーションというものにさほど興味がなかったのですが、スイスビーのアイコに関しましては、基本は透明で、尻軸のみにカラーバリエーションがあるということで、がぜん興味が湧いてきてしまいました。種類としましては、今回購入したクリア以外に、ブラック、ホワイト、ターコイズ、ライムグリーン、ピンク、サンセットオレンジ、トランスブルーと合計8種類。しかも最近セメントグレーというものが売り出されており、限定色も盛んなようで、様々な色が売り出されているようです。自分はあえてまだこの色が好きということを決めないようにしているのですが、お気に入りの色が決まったら限定色に飛びついてしまいそうで怖いです。今回はエコというシリーズを購入しましたが、他にも違うシリーズがあります。上のグレードであるダイヤモンド、こちらは価格が1万円切るぐらいです。エコの派生モデル、エコ T、こちらは価格が同じ、税抜きで5000円。さらに上のグレードの VAC は真空注入式を採用しており、1万3000円弱、3800円ぐらいで手に入る5などがあります。どれも透明度が非常に高く、特に VAC と GO は注入の仕方がユニークで、使ってみたくてうずうずしてしまいます。あとツイスビーを購入するヒントをくれた店員さんはダイヤモンドを使っていらっしゃったので、それもどのように違うか試してみたくなってしまいました。時間とお金がいくらあっても足りませんね。最後にメンテナンスについてご説明します。スイスビーエコには専用の工具とグリスが付属しています。日本のメーカーさんや万年筆の有名メーカーさんは分解すると保証の対象外になるのですが、バラしてもいいよと公言してくれているので、これも画期的ですね。日本のマニュアルに分解の仕方、組み立て方の YouTube へのリンクの QR コードがついていますので、自分もメンテナンスをするときにバラすのにもチャレンジしてみようと思います。カラーインクを使う身としては色が混ざりそうな気になり、几帳面に掃除をしていますので、この辺もポイントが高いですね。ということで、今回はスイスビーのエコをご紹介させていただきました。ちょっと使ってみようかなという辛い気持ちで購入を決めたのですが、この透明軸に吸入式を採用し、透明感のあるインクを直接持っているようなボリューム感は最高でした。またスイスビーというメーカーさんにも新しい刺激を受けました。最強の透明軸万年筆を探す旅はまだまだ終わりそうもありません。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。